皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋孝子です。本日はパン作りのコツということで、天然酵母のパン、酸っぱいパンができちゃったということについてお話をしたいと思います。酸っぱいパンができちゃうですね、一番の要因は、二次発酵の、過発酵ですね。要は通常のいいピークを過ぎてしまって、さらに発酵をかけてしまって、まあ、イーストとかが全て栄養分を食べ尽くしてしまって、もう生地も美味しさも旨味もなくなっちゃうっていうようなことになった場合とかっていうのが酸っぱくなるっていうのが原因の一つです。もう一つは、生種ですね。生種を作る時に、その種自体の作り方を失敗している場合ですね、はい、乾燥酵母で普通にできている例えば星野とかアコとか、ああいうのはそんなに失敗少ないんですけども、自家製酵母とかで自分でやっぱり果物から起こしたりとかっていうする場合ですね、いろんな工程で失敗する可能性が潜んでたりします。なのでそこが失敗してしまうと、種自体がうまくいってない種になっているので、まあ、結果としてそれをベースに作っていくと最終的に酸っぱいパンになっちゃうっていう、そういう場合もあります。ただサワナミみたいに、ね、若干もともと酸っぱい感じになっているパンもありますので、酸味が効いたパンとか、そこを狙っていく場合には酸っぱいパンができちゃったとは思わないんだと思うんですね。ですのでこういう仕上がりになるはずなのにそうじゃなかったっていう、そういう時にはちょっとそのあたりの原因をですね考えてみていただけたらいいかなというふうに思います。